ウルトラマンオーブのメインヒロイン夢野直美、世界の謎の解明を夢見て民間の調査サークル SSP を率いる23歳の女性であり、仲間や視聴者からはキャップと呼ばれ親しまれています。どこか天然で情熱が空回りする部分もありますが、持ち前の明るさと行動力で時にオーブこと紅ガイを支えたり、ジャグラスジャグラーとも気丈に渡り合うこともありました。実はガイがかつて関わった異国の少女ナターシャの子孫であり、その事実が自責の念に囚われていた彼を再起させるきっかけとなっています。彼女自身もガイさんにほのかな思いを抱いていた素振りがあり、最終回でのダンとアンヌの別れのシーンのオマージュも話題になりました。演じた松浦みやびさんは朝ドラへの出演などで注目を集め、本作のオーディションではつまずいて髪をばらまいてしまった天然ぶりが直美のキャラクターに合っているとして起用されたとのこと。2021年には体調不良の影響によりトリマーへの転身を宣言して惜しくも芸能界を引退されましたが、新たな世界での活躍を祈りたいですね。